こちら真っ赤な船、これは博多と韓国プサンを結びます高速船クイーンビートル、そう、新しくできたものでして、本物ですね。そう、絵でしか見たことなかったですよ。これまでのビートルよりも3倍の大きさということでして、予定より3ヶ月遅れて今日博多港に到着しました。ようこそ。 JR 九州高速船のクイーンビートル、造船所があるオーストラリアを今月5日に出発し、10日間かけて博多港にやってきました。多くの関係者やファンが歓迎する中、クイーンビートルが着岸の準備に入りました。新型コロナウイルスの影響で完成がずれ込み、到着が3ヶ月も遅くなってしまいました。黒しか見たことなかったけど、赤もいいですね。写真でしか見たことなかったので、船に乗るんだなって感動しましたね。いや、ちょっとうずうずしてます。うずうずしてる。はい、早く走りたいです。ただ新型コロナウイルスの水際対策のため、ビートルは3月から運休中で、クイーンビートルも就航日が決まっていません。必ず早々には再開できるということの中で、このクイーンビートルを多くの方にご利用いただきたいと思ってます。